音喜多駿君。日本維新の会の音喜多駿です。私からはですね、まず今回の関税法改正におけるキャッシュレス化についてお伺いをしたいと思います。本法案では通関時における関税等のキャッシュレス納付に係る規定が整備をされました。これによってですね、関税についてさまざまな場面で支払いがキャッシュレスで可能になると思うのですが、改めて今回の改正で関税等のキャッシュレス、このキャッシュレス納付ができるようになった範囲と今後の取り組みについてお伺いをいたします。田島局長。お答え申し上げます。まずキャッシュレス納付の現状でございますが、通関にはですね、商業貨物の通関と、あと海外からの旅客の携帯品の通関、この2種類ございます、大きく分けて。でこのうち全社の商業貨物の通関で、これが全体の9割を占めてございますが、これについてはすでにキャッシュレス納付を導入してございまして、自動引き落としの口座振り替えですとか、インターネットバンキング、こういったものによりですね、キャッシュレス納付の利用率はすでに 95% を超えているという状況にございます。次にその旅客のですね、携帯品についてもですね、今申し上げた商業貨物と同様のこの手続きを取っていただきますと、これらキャッシュレス納付が可能でございますけれども、旅客の方向けにはですね、もう少し簡単な通関手続きを用意してございまして、これを利用する場合には、これまでは現金での納付をお願いしていたというところでございます。その際、現金を持ち合わせてない方々にはですね、近くに銀行窓口とか ATM とか設置しているところでございますが、さらに利便性を向上する観点から、例えばスマートフォンですとか、クレジットカード、こういったものを利用したキャッシュレス納付を可能としたいということで、今般の法改正をお願いしているところでございます。音喜多駿君。はい、この改正というのは当然やるべきことで、これまではですね、数は少なかったかもしれませんが、日本に来る外国人を含めてですね、関税を支払う際に、現金でですね、これは銀行もしくは税関職員に支払うしかないと、そういうケースがあったと、いうことですから、これはですね、やはり税関は日本の入り口であり、日本の顔でありますから、空港で両替させて、窓口で現金支払わせると、こういうことをですね、今の時代にもまだ残っていたと、いうことはですね、非常に残念でありますので、今回改正を機に、さらに進めていただきたいと思います。そこで大臣にも念のため確認なんですが、この税関業務サービスというのはやはり国の入り口、国の顔であるところでありますので、キャッシュレス納付のサービスについても他の国の税関以上にです、常に最先端で行っていくべきと考えますが、大臣の見解を伺いたいします。麻生大臣。今官邸局長の方からご説明をさせていただきましたけど、今回の改正でこれ税関でのキャッシュレス納付の範囲が一挙に広がることになろうと思いますので、多様な手段での納付は可能ということになるんだと思っております。これを踏まえて、今後、いわゆるなんとかスマートフォンとか、いろんなもので、キャッシュレス決済の率先して導入をしていくということも考えておるんですが、現在、スマートフォンで電子申告をした旅客は、顔認証技術を活用した電子ゲートをウォークスルーで通過できるということになっていますが、スマートフォンによる決済というものが実現するということになりますと、通関、そうですね、申告、通関、納付、すべてスマートフォンで行うということが可能になってくるんだと、私はそう思っているんですが、決済技術っていうものの進歩っていうのは、スマートフォンに限らず、これ日進月歩のものでありますので、最先端の取り組みというものを必然的に進めていくということになろうと思いますけれども、これ、技術発展の動向というのを見ながら、いろいろなものを可能なものにしていきたいと思っていますが、これはうまくいったのを破られたときの場合は一挙に反応が来ますからね、その分もちょっとよくよく考えないかんところが難しいところだと思っております。音喜多駿君。はい、ありがとうございます。ご答弁ありましたように、このセキュリティと最新技術の兼ね合いというのは非常に悩ましい問題であると思いますけれども、それもしっかりと検証していただいた上でですね、少なくともちょっと現金の支払いが残るというようなことはもう避けていただきたいですし、より利便性を高めるための最善努力をお願いしていきたいと思います。次にですね、今回の法案にもありました、いわゆるこの法案のですね、ミス、記載ミスの問題についてお伺いしたいと思います。
この議題の関税法案にもですね、実際にミスがあったということで、財務省の官僚の方が事務所にすっ飛んでこられて、謝罪と説明をしてくださいました。私は電話とメールでいいよと言ったんですけども、こういったですね、ただ今回はですね、私の大前提、立場を申し上げますと、本会議でも申し上げたように、確か法案条文の本体のミスというのは、これはですね、もうあってはならないし、なるべく避けていただきたい。ただ、参考資料とか、参照上、新旧対象表、こうしたことまで全部完璧に誤字脱字なくせというのは、ちょっとそれはですね、やりすぎなんじゃないのというふうに私は率直に思ってます。で、今回いろんな経緯があってですね、調べてみたらこの参考資料の中にたくさん誤字脱字見つかりましたけども、正直これ調べてみれば前からあったんじゃないかというふうに私は思ってます。そこでまずですね、過去にもこうした参考資料のけるミスあったんじゃないかというところをですね、伺いたいんです。そのあたりいかがでしょうか。内閣官房山松田内閣審議官。お答えいたします。内閣提出法律案の要項ですとか、あるいは新旧対象表、参照条文といったいわゆる参考資料、これにつきましては、当該法律案の担当府省庁が作成し、国会等における議論に資する資料として、関係議員等にお配りいたしておるところでございます。お尋ねの過去における参考資料の誤りについては、私どもでは網羅的には把握してはおりませんけれども、ただ少なくともこうした誤りは、今年に限ったものではありませんで、これまでもいくつかの事例があったものと承知しております。委員長、音喜多駿君。当たり前ですけど、それはあったと思うんです。私も別に、もちろんなくしてほしいですけども、それ人がやる以上ですね、あったということは仕方ないことだと思います。ご答弁いただきました。ではなぜです今回ですね、審議が一部停滞するほど問題になっているのかと。確かにミスは、数としては多く散見されて、中にはこの法案本体におけるミスもあった。このミスについては繰り返しになりますが、反省と改善が必要不可欠かと思いましたけれども、これはやっぱ問題にされて、周りを全部調べたから軽微なミスが、たまたま見つかったということもやっぱあったと思うんです。で、今回の関税法のミスに関して言えば、そのうち一つは、生理用のナプキンというのが正しいところが、生理用ナプキンという表記であったということ、のの一文字が欠けたことであって、これ、一体何が変わるのかと、はっきり生理用ナプキンの全く同じ意味が通るのに、なんでこれがダメなんですかと言ったら、以前の資料では生理用のナプキンだったから、そっちが正しいんですって、本当、真偽には一つも関係ないことで、気づいたら、ごめんなさいで直せば、それで私は済む問題だと思うんです。で、一部の方々ですとか、報道はですね、こうしたことまでですね、同じように法案のミスとかで45箇所とか何十箇所とか取り上げているのは、私はおかしいって、これで審議が停滞するのは本当おかしいと思います。ただですね、政府や与党の側にも申し上げたいのは、これを受けてですね、重大なミスであってはならないということで、私は非常に迎合してですね、今その再発防止取り組むということを菅首相も言ってるんですが、で中にはね、各省庁に指示をして、確か文科大臣ですかね、この参照条文とか参考資料まで全部読み合わせするんだみたいなことを報道で発言してましたけども、本当にそんな必要ありますか。そこまで求めたら、私は官僚の負担はあまりにも増えすぎると思いますし、本体はしっかりチェックをする、でも参考資料については、ほどほどっていうか、言い方難しいですけども、その線引きというのは私は絶対しなきゃいけないと思うんですけども、これはですね、本当にそこまでやるべきことなのかどうかということをですね、ちょっと麻生大臣、率直に私はお考え伺いたんですが、いかがでしょうか。麻生大臣。今回の法案が参考資料の誤り、やっぱりこれは、小戸さん、やっぱりこれ、あってはならんということでやることはもう確かだと思うんですけども、再発防止、当然取り組まないかということなんだと思いますが、現場の作業が課題にならないようにというご意見も、大変ありがたいことだと思いますけれども、今回、コロナのおかげで半減上陸してますからね、半分なんですよ、実際にいつものね。それが一つの大きな理由だったろうとは思いますけれども、いずれにしても私どもとしては、きちんとした再発防止というのに取り組んでいかないならんと思っております。音来た瞬間、麻生大臣も、ね、大臣というお立場で、ね、そうだねとは言えないと思うんですけども、でもこれいろんな批判来てますけどね、じゃあ過去の自民党じゃない政権の時代の資料全部ひっくり返して調べてみたら、出てくると思いますよ。だからこれはね、ほどほどにっていうほどの言い方が正しいかとかわからないですけども、もちろんミスはない方がいい、法案本体あってはならないし、参考資料もなるべくなくしていく、でもですね、人間がやることですから、そこはある程度の線引きみたいなものは私は大事だと思いますんで、その点ちょっと与党からも野党からもそうした声が出てきませんので、この場を借りて私の方からは一言申し上げたいというふうに思います。
で、この質問に続いてですね、働き方改革、残業代の問題触れたいと思ったんですが、ちょっと昨日ですね、非常に大きなニュースが流れてきましたんで、その点についてちょっと内閣官房担当来てるんで、ちょっと通告してませんが、答える範囲でお答えいただきたいんですが、まあ、昨日ですね、まあ、厚労省の職員さんが23人、まあ、深夜までですね、まあ、飲み会をしているというような衝撃的なニュースが流れました。で、これはですね、まあ、官僚ももちろん人間ですから、息抜きも必要だと思いますし、まあ、ものすごい中断したいわけじゃないですし、私だってですね、まあ、子ども公園連れてったりとか、まあ、車でちょっと遠く行ったりとかありますけど、ただやっぱりこの23人という人数で深夜までこう飲んでたというのは、国民にこう我慢をお願いしてて、そしてまあいろんな厚労省が対応している中で、そして働き方改革という機運が盛り上がっている中で、これはちょっとあまりにもですね見過ごすことはできない事態になってしまったんじゃないかなというふうに感じております。まあ、そこでこの内閣官房ですね、一般論として公務員の信用失墜行為、まあ、こういうのは処分理由に当たるのかどうかというのを確認したいんですが、ご答弁できますでしょうか。お願いします。内閣官房山本内閣審議官。お答え申し上げます。通告がございませんでしたので、十分なお答えができないと思いますけれども、まあ、コロナの感染防止のために、5つのルールというのを定めておりまして、それにつきましては、内閣人事局としても、通知等により、各府省に周知を徹底しているところでございますので、今回の件は極めて遺憾でございますけれども、まあ、取り組みをしっかり対応していただきたいと思っております。以上でございます。音来た瞬間、はい、すみません、答え範囲でありがとうございます。まあ、本当にですね、まあ、こうした当たる影響というのがですね、もっと残念ながらやっぱ国民に対しても、霞が関頑張っている公務員に対してもですね、やっぱり非常に影響が大きいと思うんですね。で、麻生大臣も最後にですね、ちょっとこれ、まあ、今回厚労省の問題でしたけども、やはりまあ財務省、金融庁、そうしたものを所轄する大臣として、まあ、こうしたことが起きてしまったことへの受け止めとですね、まあ、対応どうされていくのかということのお考えを伺えればと思いますが、いかがでしょうか。麻生大臣。やっぱり今、うん、はい、今よく言われておりますように、まあ、飲食というものに対するところが特に的を絞ってこれまでやらせてきていただいたんだと思うんですけども、やっぱり今回のような話はなんとなくみんなで4人バレていて、6人家族でどうやって飯食うんだって、7人家族だとどうやって飯食うのってと言って誰も答えられないっていう、別々に2回に分けて飯食うんですねっていうような話をして、もうなんとなくっていう話、みんなそれを我慢してるんですよ。その中で一人だけ20とか30とか話しちゃって、それはちょっと待てという話になってきてるんだと思っておりますんで、私どもは今極めて予算が厳しいところでやっと通ったというところで、なんとなくいっぱい行きたくなる気持ちはそれは分からんでもないんですが、ちょっとここのところはいかがなものかということになりますので、部局幹部全部がやるということもありま、もう抑えないかんところだと思っておりますので、今回のようなことは大変ちょっと我慢している方から見たら、冗談言うな、お前俺たちがこんなにという気分が、やっぱ感情的なものも非常に大きな部分が要素がありますので、こういったのは石は甚だいかんなことだったと思っております。小戸木俊君、はい、ありがとうございます。まあ、金の働き方改革と合わせてしっかりと注視をして、また我々も提案をしていきたいと思います。ありがとうございました。上田